はい、こんにちは、サンデーです。今日は V ポイントペイアプリの使い方完全ガイドというテーマでお話ししていきます。2024年4月 T ポイントと V ポイントが統合して青と黄色の V ポイント、通称新 V ポイントが生まれました。この新しくなった V ポイント、だいぶ浸透してきたんじゃないでしょうか。で、この新 V ポイントの誕生と同時にできたのが V ポイントペイアプリです。ただこれ使い道がよくわからない、似たようなアプリがあるけどどう違うのと思ってる人多いんじゃないでしょうか。 V ポイントを提示するアプリなら V ポイントアプリや V パスアプリでもできますんで、 V ポイントペイってどう使うのと思ってる人も多いでしょう。そこで V ポイントペイアプリの使い方を解説します。これね、使ってみるとね、意外と便利だったりするんですよ。これを見てもらえれば V ポイントペイをどういうところで使えばいいかよくわかりますので、いまいちこの使い方がわからないっていう人はぜひ最後まで見てください。はい、サンデーマネーチャンネル本日のメニューですけど、まず V ポイントペイとは何なのか解説します。そして V ポイントペイアプリの使い方をわかりやすく紹介します。で、 V ポイントペイアプリの支払い方法、実際にレジで支払ってるところを僕が撮影してきたのでこちらもお見せします。これを見てもらえれば V ポイントペイアプリ使いこなせるようになると思いますので、ぜひ最後までチェックしてください。はい、このチャンネルは9年以上ブログなどの収入だけで暮らす個人事業主の僕サンデーが個人で生きるためのお金の知識を発信しているチャンネルです。こういった日常の役立つお金の話題の他にも、税金、社会保険、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、お金にまつわる知識、マネーリテラシーを高めて、この不安定な時代を乗り切っていきたいという人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、それでは行きましょう。まずは V ポイントペイとは何なのかお話ししていきます。V ポイントペイとは、V ポイントを使ってビザ加盟店で決済できるアプリです。V ポイントにまつわるアプリですが、似たようなアプリが3種類あります。V ポイント、V ポイントペイ、V パス。この3つはそれぞれ役割が違います。まず V ポイントアプリは旧 T ポイントアプリから進化しました。なのでこの V ポイントアプリはポイントカードとしての役割を持っています。できることはバーコード提示でポイントを貯めること、まあお店でバーコードを見せてピッとポイントを貯めることですね。そして V ポイント加盟店でポイント払いができます。バーコードをピッと読み取ってもらってポイントでという払い方ですね。これに対し V ポイントペイは旧 V ポイントから進化したアプリです。旧 V ポイントってもともとはクレジットカードの三井住友カードの利用で貯まるポイントでした。なのでこの V ポイントペイはバーチャルプリペイドカードとしての役割を持っています。できることはまずバーコード提示でポイントを貯めること、まあ、これは V ポイントアプリと同じですね。バーコードを見せたら同じようにポイントでというのでポイント払いもできます。さらに V ポイントペイではポイントを残高にチャージしてビザ加盟店で使うことができます。貯まった V ポイントをこの V ポイントペイにチャージするとクレジットカードと同様にビザのお店で使うことができるんですよ。だからクレジットカードではないけどクレジットカードと同じような使い方ができるというバーチャルプリペイドカードなんですね。はい、この他に V ポイント関連のアプリでは V パスというのがあります。こちらはクレジットカード明細を見るためのアプリです。できることはというと他の2つのアプリと同様にバーコード提示でポイントを貯めることができます。また同様にポイント払いもできます。そして三井住友カードの利用明細を見ることができます。まあ、基本はこの利用明細を見るためのアプリと考えておくといいでしょう。だから三井住友カードを持ってない人にとっては関係のないアプリということになりますね。この3つのアプリの違い分かりましたでしょうか。結局のところどのアプリでもポイントは貯められるんですよ。バーコードを提示する機能はどのアプリも備わってますからね。そのためポイント払いも全部のアプリでできます。ただビザ加盟店での決済ができるのは V ポイントペイだけです。だから V ポイントを V ポイントの加盟店、例えばファミマとかガストとかだけじゃなく
加盟店以外ね、例えばローソンやセブンイレブンなんかで使いたいときは、V ポイント Pay を使えば V ポイントでの支払いができるということなんです。はい、では続いて V ポイント Pay アプリの使い方を見ていきましょう。まずは V ポイント Pay の始め方です。App Store や Google Play からアプリをダウンロードして、起動するとこの画面が出てきます。ここで V ポイント Pay アプリの新規登録をタップします。そしたら電話番号認証が出てきますので、電話番号を入力して届いたショートメッセージの認証コードを入力します。認証ができたら氏名や生年月日を入力で、アプリ内でカード情報確認などに使うパスコードを設定したら初期設定は完了です。はい、初期設定が終わったらポイントを連携しましょう。すでに持っている V ポイントとこの V ポイント Pay を連携させるわけです。ホーム画面の V ポイントをお買い物に使いましょうというボタンをタップします。そしたら連携する3つの方法が出てきます。三井住友カードを持っている人なら V パス ID で連携、三井住友銀行の口座を持っている人なら銀行口座で連携、 V ポイントカード、つまり QT カードですね、これを持っている人は V 会員カード、つまり QT カード番号で連携、この3つから選択します。案内に従ってログインができたら、この左下に V ポイントが表示されるようになります。これで連携は完了です。この時ね、まだ QT ポイントと QV ポイントの ID 連携をやってない人は、2つのポイントを合算する手続きもすることになります。それについては別の動画で解説してるので参考にしてください。新 V ポイント誕生、アプリの使い方、連携方法、キャンペーンを分かりやすく解説という動画出してます。 T ポイントと V ポイントの統合を分かりやすく説明してますんでね、動画下の説明欄にリンク載せてます。はい、そして V ポイントが表示されるようになりましたけど、このままではビザ加盟店での支払いに使うことはできないんですよ。支払いに使うためにはこのポイントを残高にチャージして利用します。で、この V ポイントペイのチャージ方法は4種類あります。まずはこのポイントをチャージ、これが一番よく使う方法になると思います。他にはクレジットカードからチャージすることもできます。ただこれってね、クレジットカードから V ポイントペイにチャージして、またそこからクレジットカード払いをするということなんで、それだったら最初からクレジットカードで支払った方が早いじゃないですか。クレジットカードのポイント還元も取れますしね。だからこれはほとんど使うことないと思います。あとは銀行口座からチャージ、ただこれもチャージできるのは三井住友銀行に限られますので、あまり使うことはないでしょう。あとは V ポイントペイギフトっていうのがあって、それもチャージできます。つまり他のペイ系のアプリと同様に、クレカや銀行口座からもチャージできるわけです。ただ実際に使うのはポイントからのチャージっていうのがほとんどになるんじゃないでしょうか。ではポイントからのチャージ方法を見ていきます。ホーム画面でこちらのチャージのボタンをタップ。そしたらチャージ画面で最初からポイント移行というところが開いています。クレカや銀行口座からチャージするときは他のボタンをタップしてくださいね。で、こちらに移行したいポイント数を入れます。今回は500ポイントと入れてみました。で、チャージするをタップしたら、このように残高が500円分増えました。そして左下の V ポイント数は500ポイント減っています。こうやってチャージしてから使うわけです。はい、では続いて V ポイントペイアプリの支払い方を見ていきます。 V ポイントで支払える店には V ポイント提携店とビザや ID のあるマークのお店があります。 V ポイント提携店はファミマとかガストとか旧 T ポイントが使えてたお店のことです。で、ビザや ID のあるお店っていうのはビザでクレジットカード支払いができるお店、また電子マネー ID での支払いができるお店ということになります。で、支払い方ですが、 V ポイント提携店では各種アプリでバーコード支払いをする形になります。どのアプリも V ポイントのバーコードを表示できますんで、ポイントデーと言ってモバイル V カードのバーコードをお店の人に読み取ってもらう形です。これが V ポイント提携店でのポイント払いの方法です。これに対しビザや ID のあるお店での支払い方は V ポイントペイを使ってタッチ支払いをします。
ちなみにこの V ポイントペイでの支払いでは 0.25% が残高に還元されますので、ポイント払いで支払うよりも少しだけお得になります。で、このタッチ決済を使うときは V ポイントペイを Apple Pay や Google Pay または ID と連携しておく必要があります。まあ、これはちょっと後で説明しますね。で、支払うときはクレジットカードでや ID でと言います。で、ここがちょっと気をつけるとこなんですけど、支払いを V ポイントペイでとかって言ってしまうと店員さんが混乱することがあります。え、 V ポイントペイって何？ペイペイとか QR 決済のことかなって思って、そっちでやるようレジを打ってしまったりするので、これ気をつけてください。支払い方法を言うときはクレジットカードでとか ID でと言いましょう。そしてクレジットカードの端末などにスマホを近づけてタッチ決済をします。これがビザや ID のあるお店での V ポイントペイの支払い方になります。で、このタッチ決済使うときに Apple Pay や Google Pay との連携が必要と言いました。タッチ決済使うときはホーム画面に設定するボタンがあるので、ここから Apple Pay や Google Pay を設定します。で、ここもね、ちょっと意味がわからないっていう人いると思います。え、 Pay に Pay を設定するってどういうこと？みたいな。まあ、これなんですけどね、この Apple Pay や Google Pay っていうのはいわゆる PayPay や楽天 Pay といった QR 決済とは別物です。まあ、言ってみればこれはスマホの中の財布のようなものなんですよ。スマホの中に財布があって、そこにクレジットカードとかポイントカードとかを入れておいて、で、決済の時にスマホを出して使うと、まあ、そういうイメージのものです。だからこの財布に V ポイント Pay を入れておくと、スマホでタッチ決済ができるようになるという仕組みなんですね。まあ、とりあえずタッチ決済をするにはこの Apple Pay や Google Pay の設定が必要と覚えておいてください。では、これを設定しておきましょう。まずは iPhone の場合です。 V ポイント Pay アプリの Apple Pay を始めるをタップしたら、この画面が出てきますので、 Apple Pay を設定をタップします。そしたらクレジットカードの情報が出てきます。ここに出てくるのは V ポイントのバーチャルプリペイドカードの情報です。確認したらそのまま次へをタップ、 Apple Pay の規約を確認して同意するをタップします。この画面が出てきたらメインカードとして使用をタップします。そしたらカードの登録が完了し、タッチ決済が利用できるようになります。ウォレットで表示をタップすると、この V ポイントペイのバーチャルカードが Apple Pay のウォレットに入ったことが確認できると思います。はい、では次に Android での連携方法です。 V ポイントペイアプリのホーム画面で Google Pay を設定確認をタップしたら、この画面が出てきます。で、ここで Visa のタッチ決済を設定する場合は、そのまま Google Pay に追加をタップします。これを ID を使って決済するように設定したい人は、右にスワイプして ID の設定をしてください。まあ、ID と Visa だとね、 Visa の方が加盟店圧倒的に多いので、まあ、これはビザだけでいいと思いますけどね。はい、そしたら支払いカードを追加してくださいという画面が出るので、ウォレットに追加をタップし、次の画面で住所を入力します。で、カードの利用条件の確認が終わったら、 Google Pay の特約が出てきますので、こちらを確認してその他をタップします。そしたらカード情報の処理がされて、カードがウォレットに追加されたという画面が出てきます。これでウォレットを表示をタップしたら、 V ポイントペイのバーチャルカードが Google Pay のウォレットに追加されていることが確認できると思います。ただこれちょっと注意点があって、三井住友カードのクレジットカードを作ってる人は、このようにウォレットの中に三井住友カードでのタッチ決済を設定している人多いと思います。で、旧 V ポイントからね、 V ポイントを利用してた人は、この V ポイントのプリペイドカードがクレカと似たようなデザインをしてるんですね。まあ、新しく登録した人はね、青と黄色のカードになってるんですけど、僕のはね、こんな風にウォレットの中に2つ似たようなカードがあって、実はこれ上がクレカで下がプリペイドカードになるんですよ。中開くと確かにクレカの方は三井住友カードって書いてますし、 V ポイントの方は旧 V ポイントのロゴが入っています。まあ、これがね、ちょっと似てて分かりにくいっていうのと、
あとクレカの方をタッチ決済のデフォルトにしていると、何もせずタッチ決済をしたらクレジットカードの方で処理がされてしまうんですね。だから V ポイントペイで支払いたいときは、ウォレットでプリペイドカードの方を選択する必要があります。これ忘れないようにしてくださいね。では実際にコンビニで V ポイントペイアプリを使ってみたので、支払い方見ておいてください。僕は Android なんですけど、まず上の方からスワイプしてウォレットを出します。そしたらこんな風にクレジットカードとプリペイドカード両方が出てるので、V ポイントのプリペイドカードの方を開きます。この準備はレジに行く前にしておいた方がいいですね。V ポイントで払うといっても、V ポイントペイアプリを開くわけではないんですね。はい、そしてセルフレジですけど、支払い方法はクレジットカードを選択します。ここバーコード決済ではないですからね、注意してください。そしてクレジットカードを選択すると、レジによっては差し込みかタッチ決済を選ぶ場合もあります。でクレジットカードの端末が光るので、さっきのウォレットを開いたままスマホを近づけて決済します。チャリンと音が鳴ったら決済完了です。はい、これで無事買いましたね。あと、この V ポイントペイを使えば、ネットショッピングでの支払いもできるんですよ。クレジットカードと同様の使い方ができるので、ネットでのクレジット払いにも使えるんですね。ネットで使うときは、このカード番号を表示します。そしたらね、カード番号や有効期限、セキュリティコードが出てきますので、これをクレジットカードの情報として入力します。注意するところは、カードの名義人が V ポイントメンバーとなっているところです。ここは本人の名前じゃなく、V ポイントメンバーという名前で入力するというのを気をつけてください。そしたらクレジットカードと同じようにネット上での支払いができます。このように V ポイントペイは、提示も決済もできる万能アプリなんですよ。V ポイントをうまく使っていくには必須のアプリになってきますので、これまでよくわからないなって思ってた人も、ぜひ入れて試してみてください。というわけで今回は V ポイントペイアプリの使い方について解説してきました。はい、ありがとうございました。サンデーマネーチャンネルでは、会社に頼らず個人で生きるためのお金の知識を発信しています。こういったお得な情報の他にも、税金、社会保険、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、会社の給料に頼らず自分の力でお金を増やしていきたい、貯めていきたいという人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。またブログメルマガ X もやってますので、動画下の説明欄から見てみてください。それでは今日もマネーの知識を生かしてがっちりサンデー。